おい、てめえらもあのお方とやらのために動いているのか。ふざけた寝言を。やつとは一時手を組んでいるだけよ。いずれはディオンもろとも始末してやる。無論お前もな。最後に総取りするのはこのディエゴだ。くそー、逃げやがったぜ。ジョースターさん、大丈夫かよ。ジョースターさんに言われた通り、聖なる遺体に従って仲間を集めて来やしたぜ。スピードワゴン、そういやあんた自身の話を聞いてなかったな。どうやって聖なる遺体に導かれたのかを。俺はジョースターさんたちと一緒にウィンドナイツって呼ばれる小さなロットへ行くはずだった。吸血鬼とかしたディオがそこに潜んでるって情報を得たからな。だがその直前に異変がこの時代に発生しやがった。火事で焼け落ちたはずのジョースター邸が復活し、中はゾンビどもであふれかえった。こいつは最初はジョースターさんのところに現れたんだけどよ、ジョースターさんはゾンビを食い止めるためにここに残った。俺も一緒に残って戦いたかったがよ、無理やり聖なる遺体を渡されちまって時代を巡る旅に出る羽目になったのさ。ありがとう、スピードワゴン。もう大丈夫。波紋は生命エネルギー、呼吸さえ整えば体力はある程度回復できる。ジョースターさん、すまねえ、仲間を連れてくるのに時間がかかっちまった。いや、さっきは危ないところだった。助かったよ。助けてくれてありがとう。僕はジョナサン・ジョースター。君は？空城丈太郎だ。空城丈太郎、ジョナサン・ジョースター、そして遺体の案内人スピードワゴン、ここで始末してあげるわ。誰だ、てめえ。あら、ごめんなさい。あなたとは初対面だったかしら。私はエジプト救衛神の一人、バステト女神のマライア。エジプト救衛神だと。ンドゥールの仲間か。だが一人で来るとはいい度胸してるじゃねえか。一人ですって。ジョジョ、波紋を悪用するとは許せん。ペリスさん。誰だ。ジョースターさんの師匠だ。波紋の達人だぜ。あのお方に歯向かうとは救いがたき愚か者。波紋を教えたわしの目が節穴だったわ。なんてことだ、セペリさん、異変に巻き込まれてしまってる。
ジョースターさん、その体じゃ無理だ。いや、僕が戦う。ゼペリさんに目を覚ましてもらわなくては。やれやれだぜ。